子育てリアリティショーマザーズカレッジ、前回に引き続き土井麻衣子さんをゲストにお呼びしてお届けします。よろしくお願いします。すっごい感じだったまさかの生まれて申し訳ない。前回はイギリス留学の、決め手というか選んだプロセスだったりとかをお話ししていただいたと思うんですけど、今回はイギリス留学に必要な受験の詳しいお話をお聞きしたいと思います、はい。ちょっとイギリスの留学、まずシステム的にもう私たちも本当にそのイギリス留学のプロフェッショナルなオフィスからお話を聞いてのお話なので、そこまでまだまだ知らないこともたくさんある中での話にはなってしまうんですけど、こう今子どもたちが目指してる、いわゆるシニアスクールのトップ校みたいなのがイギリスにあって、そこを子どもたちが目指してるんですけど、そのトップ校を数校しかないじゃないですか、その数校のトップ校を目指すには、まず年齢制限があるっていうのが、私も全然知らなくって、うちの息子今11歳、ほんとギリギリ、11歳の秋に、トップ校の試験が、一次試験があるんですよね。でその締め切りが、それこそイートンとかだったら、10歳、いわゆる日本の5年生になったばかりの夏が締め切り、サマースクール前の締め切りだったりしたので、実はうちの息子は全然間に合ってなくて、10歳の実は到着したのがその一次試験の1週間前、そう、1週間前にイギリスに到着して、すごい何の準備もできず、ね、ホームシックで園を抜いて、このテスト終わったら帰れるとかっていうなんかテスト、一次試験受けた、だから申し込みも本当に、実は締め切ってたりとか、一度締め切った後に、コロナのこともあったりとかして、言うと聞かせてもらって、申し込みすることができたんですけど、あと数校申し込みをしたんですけど、それももうギリギリ、なんせその私は受験のプロセスとかを知らなかったので、知った時には時すでに遅しっていうのがイギリス留学受験の大きな、知って得する、知らなきゃ損っていう、プロセスがちゃんとあるなっていうのが今回初めて。なんかシニアスクールの受験がもちろんそのメインなので、その受験が間に合わないなんてことはもうまさにそのもう知らなきゃ、もう手遅れでどうしようもない、そう、ね、申し込みさえできない、ね、っていうことだから、本当にそれも思うんですけど、プレップスクールに関しても、やっぱり人気のところはそれこそなんかこう生まれた時から申し込みじゃないけど、みんな、イギリスの方たちは申し込みたいですね。私の場合は今回その数校を選んでもらった中でどれもまあ素敵な学校だったんですけど、ボーディングスクールって多分イギリスで何百校あるんですよね、の中でその何校か選んでいただいて、でその中からさらに受験するのは私のところは3校選んだんですけど、なんかそれとかに関してもなんか3校一生懸命見ていくうちに、あ、そう、ここの学校もあるじゃん、ここの学校もあるじゃんってなってきて、でもそこはもう今年はもう締め切ってるとか、その毎年毎年きっちりとした人数で募集がかかるわけじゃないんですよね、だから今年は募集してないとか、なんかこうコロナなのでその一つ気になる学校があって、なんかこのプレプスクールちょっとどうなんだろうと思って問い合わせたんですけど、結局今年は募集してない、でもさっき あのイートンズの入試のあれでもそうだけど、期限がきっちりめちゃめちゃ日本みたいにガチガチに決まってるわけじゃないというか、ちょっとなんかいい子なら取るよみたいな、ところが、その柔軟性はイギリスありますね。いや、私今回本当にそれは思いました、だからでもうちはたまたまこの時期だったので、全部のテストがズームで、だからこそその学校選びも迷ったし、でその行きたいところもそのオフィスからは行って直接会って、試験ができるんであれば募集
用してないって言っても入れる可能性はなきにしもあらずですみたいな。なるほど、ね、でもこの時期だし行けないしとかあって、ね、なんかこうっていうことは知っとけば、うんうん、2年前にでも申し込みさえしておけば それを知っていればもっと選択肢も広がるし、ね、迷っています、ね、迷うけどね。でも選択肢はやっぱり広がりますよね。うち、んうん、の場合はもう本当にそれこそ10校ぐらいから3校に絞ったんですけど、うん、9月に入試をして、うん、レプスクールの受験をするっていう時に、うん、もう11月に行くっていうリミットがあった上での学校選びだったから、うん、もう一番初めに受験を9月にサマースクール開けてオープンして、うん、受験いいですよって言ってくれたその3校のうちの1校目、うん、息子の第一希望だったことを変わってまず初めに受験しましょうって、うん、あとの2校受験の日程が決まる前に受験しました、うんうん、もう第一希望だったし、うん、もう合格いただいて、あの他の2校を受けずにも一択で、うん、あの決めれたんですよ逆に。なるほど。だけどマリカさんの場合は3択になったじゃないですか。そう、私はその Zoom でってなったので、その東京に行って、うん、でその Wi-Fi 環境とかもいろいろあって、そのきっちり時間とかもちょっとどうか分かんないし、じゃあオフィスにさせてくださいっていうことになって、試験をそのオフィスでさせていただいたんですけど、でなったら調整していただいて3校ともが2日間で終わるようにちょっとこうスケジュールを組んでくださって受けたので、1校目2校目が1日目3校目が1日目みたいな感じでもうパパパッと受けたので、こうもう受けてしまったんですね。だいたい2日間でしたっけ。2日間で3校受けれた。そうです、校長先生とお話しして、あと試験が、うんうん、校長先生と話して試験がっていう2セットだったのかな、うん、で1つの学校は、うん、本当に試験自体が長くて、うんうんうん、3校しか、まあ、受けてないですけど、こんなに3校の差があるんだっていうくらい、うん、1校はそれこそは本当に、校長先生とお話しして、うん、あとちょっと試験官の人とやり取り、うんうん、ちょっと軽い計算問題とか、うん、こういう知能的なものとか取り入れたこととか、うんうん、パパッと話して30分ぐらいで終わったんじゃないですかね、うんうんうん、で終わって、でも片やもう一個は先生のお話もまあそれなりにあったけど、テストが100分、うん、全部ズームで、うん、テストはこれなんだ、うん、そうこれって見せられて書いてとか、うん、でこれって返したりとか、ね、それを100分やってて、タオルは誰もが使うもの、だからこそその肌触りから日々の幸せを感じてます。